皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。最近ですね、サイクルウェア、こうトレパンでジャージというよりも少しこうカジュアルめの服を探していて、カペルミュールというところに行き着きました。で、今回カペルミュールを川崎の、ワイズロードに行って、その後渋谷の、保管店コンセプトストアにも行ってきて、何個か買い物をしたので、その購入した商品を紹介したいと思います。それでは本日も動画の方を最後までご視聴ください。どうぞ。カペルミュールを見つけて、ワイズロードの川崎店に、ショッピングショップという感じで、ワイズロードの中にカペルミュールの専門店があるのを知りました。で、今回初めてワイズロードの、川崎の方に、そこを目的で行ったんですけども、実際に土曜日日曜日はカペルミュールの店員さんも来られているようで、そこで店員さんと話しながら、ますますカペルミュールで結構機能的でスタイリッシュなウェアというのに見せられました。で、その後ですね、すぐに、週は変わるんですけども、渋谷に、直営店があるということで、そこの渋谷のコンセプトストアに行ってまいりました。そこでもですね、まだ何点か買い物をしました。で、直営のこういうコンセプトストアは東京と大阪にあるみたいですが、それ以外にも全国で買えるお店だとかホームページに記載されているので、気になった人はぜひホームページを確認して、ぜひ、カペルミュールのウェア探してみることをお勧めします。はい、それでは、購入したまず長袖のこのシャツから紹介していきたいと思います。今着ているシャツもこちらカペルミュールで購入したシャツになります。で、長袖のニットシャツジャージストライプブルーという商品名になります。ジャージっていうこともあって、まあこう収縮性もあって、すごく着やすい着心地のいいシャツになります。で、結構似た商品でもう一つ、こちらは、妻向けに買ったんですけども、クールマックス長袖ジャージシアサッカーベージュという商品を買いました。で、こちらも結構似たような素材なんですけども、少しだけ素材が違って、こちらクールマックスっていう、コンセプトのもとで作られたみたいで、ドライフィットを結構大きな売りにしてます。で、両方とも同じようなこういう、ポケット、サイクルウェアである後ろのポケットなどもついていて、本当にカジュアルラインの普通のシャツなんですけど、こう後ろに自転車乗りには嬉しいこういうポケットがついてます。あとですね、細かなところに反射素材だとかも使っているので、こちらも、ライドしていて目立って、まあ自転車乗るときに本当に機能性にも優れたいいシャツかなと思います。で、特にこちらの、クールマックスの方はですね、 UV カットも、UPF15 で UV カット率、85% という機能も入っているので、長袖なんですけど夏もすごく着やすい、いい商品だなと思います。このように、まあこの2つ購入したんですけど、まだまだ欲しいなと思うようなデザインがたくさんあったので、もともとウェブだとかで見てみるのもいいかなと思います。あとですね、特に男性向けで、私結構ゆったり今回着たいなと思っていて、このサイズ展開が結構面白いなと思いました。実はですね、今この着ているものがワイド L っていう結構横幅があるモデルになります。なので、普段 L サイズ着ている人もこういうワイド L で一回着てみて、どんな感じになるのかなっていうので、私この結構ブカブカ感が良かったので、ワイド L すごく面白いなと思ってワイド L にしました。で、あと XL も着てみて、XL、ワイド L、L だとかっていうのを着て、まあ、フィット感だとかそういうものを見て、こうサイクルウェアなんだけどこうカジュアルに着れるっていう、このスタイル感を見て購入するのも、本当に同じモデルでこういうサイズ展開が多いっていうのはカペルミュールの特徴の一つかなと思いました。はい、では続いて、パンツ、ズボンの紹介をしたいと思います。で、こちら商品は、裾のベルト付きアンクルパンツ、脱着式プロライドパッドっていうもので、オリーブ色と黒色、ブラックの2つを購入しました。で、ブラックの方は、メランジブラックっていう展開で、メランジブラックっていうのとオリーブっていうのに、なるみたいです。で、このオリーブの方は私自身、今ちょっと見えないんですけど、私自身が、履くことにして、こちらのブラックの方は妻向けに購入しました。で、こちらの方もパッと見たら、こうここの、
ポケットのところにチャックがついていたりだとか、あと一個一個のポケットのところにこういうボタンがついていたり、自転車乗った時に物がこう落ちないようにっていうのですごくいいなと思います。あとですね、この、まあ、こういうところにも反射素材が、いろんなところに使われているので、ここら辺もライドして見えるかなと思います。目立っていいかなと思います。で、特徴はですね、やっぱりこのインナーのところの、インナーパッドがついているっていうのがすごく特徴になります。で、こちらパッドがですね、こうパチンパチンと外れるようになっているので、パッドなしだとか他のもの、他のインナーを履いてこのズボンを履くっていうこともできますし、このパッドをつけて当然履くということもできますと。で、パッドの方もこう何種類かあるようなんですけども、男性用女性用だとかそういうものもあるみたいなんですけど、基本的にこの脱着、可能というのは、同じ規格を使っているみたいなので、パッドを外して、違うズボンにつけるだとか、もともとこういうパッドがついてないズボンだとかも展開しているみたいなので、まあ、カペルミューでこうズボンを買ってこうインナーパッドありなしだとか、他のものに取り付けを変えるだとか、そういう使い方もできるので、本当にこれはアイデア商品だしいいなと思いました。で、このお尻のところとかも結構補強されていて、こう自転車で擦れる部分がちゃんと分厚くなっているというのも、あの自転車仕様になっていてすごくいいなと思います。で、やはり一番はこうパッドが入って履いているのに、こうスタイルカットがすごく綺麗になっているというのが特徴かなと思います。ここら辺本当にカペルミュールならではのこうデザイン性と機能性をミックスしたいい商品だなと思います。続いて、購入したもの、こちらジャケットを紹介します。で、こちらパッカブルのジャケットになっていて、すごく、薄い素材になります。で、こちらの方ですね、薄い素材で、まあ、自転車用って感じなんですけども、これ1枚着るだけで、春先だとか少し夕方寒いとこ山の上だとか全然違うので、こういう普段シャツ着ていて、こうパッカブルのこういう薄いものを1個持っているとすごく便利だなと思って購入しました。で、こちらの方も、サイズ感で、実はですね、これ XL を今回購入したんですけども、結構ブカッと着れて、こうパツンとしてないというのがすごくいいかなと思ってます。で、チャックを閉めてもグッと密着するっていう感じではなくて、こうそれに余裕があって、ただまあスマートに見えるというカットでいい、気に入ってます。で、下の、この裾のところも絞れるようになっているので、ライドの時だとかもこうバタつくだとか空気が入ってくるというのが防げるのかなと思います。で、名前にある通りこちらの商品パッカブルになっているので、後ろのポケットの部分ですね、この後ろのポケットの部分にチャックがついていて、この背後のポケットのところを裏返してみると、こういうまあ袋になっているので、ここにこうこの商品自体をずっと丸めて中に入れてしまって、パッカブルの形、小さくして持ち運びがすごくできるようになるっていうアイデア商品になってます。ちょっとあまり綺麗にこう畳んで入れたわけじゃないんですけど、これぐらい小さくなって、持ち運びしやすいという形になってます。で、チャック両面両方からこう締めれるようになっていて、チャック締めて割るとこれぐらいの小ささになるので、まあ、後ろのポケットに入れて、持ち運ぶこともできるし、まあ、サドルバッグだとかそういうところにも入れて、持ち運ぶこともできるので、すごく利便性も良くて、まあ、第一にこうおしゃれでなかなかスタイリッシュな、パックブルないいジャンパーかなと思います。こちらの方も購入しました。最後ですね、商品の方、こちらの、マスクを購入しました。で、こちら妻向けに、購入したんですけども、結構、まあ、よく見る形かとは思うんですけど、こう耳をここに入れてこう首まで保護できるっていうマスクになります。で、こういうもの結構あるんですけど、やっぱりこう女性が見て選びやすいようなこう結構おしゃれなデザインになっているので、こういうものも小物もスタイリッシュによくデザインだとか考えられた商品かなと思います。はい、は
い、本日はカペルミュールで購入したこのシャツだとか、ズボンを紹介しました。今回渋谷の、フラグシップのお店保管店に行ってまだまだ半袖だとか欲しい商品たくさんありました。これから、カペルミュール、で、まあ、少しずついろいろウェアだとかも揃えてライドの方を楽しんでいきたいなと思いました。本日の動画もし参考になったよとか少しでもいいなと思った人はぜひ動画の高評価、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。